どうも皆さんこんにちは、レギーチャンネルへようこそ。おかげさまでキューキッドガンダム動画が大変好評で、非常に多くの方にご視聴していただいております。またたくさんの方に登録もしていただけて、まさに夢見心地でございます。本当にありがとうございます。今後もより一層面白く参考になるような動画作りを心がけてまいりますので、ぜひ引き続き応援よろしくお願いいたします。さて、今回更新が遅くなってしまったのには理由があるのですが、その説明を含めて早速本編をご覧いただければと思います。それではどうぞご覧ください。今回制作するキットはこちらになります。バンダイベストメカコレクションナンバー43、144/1機動戦士ガンダム大気圏内外療養戦闘機コアブースターです。実はこのキット、この2年で制作した5つのキットのうちの1つなのですが、前回うまく作れなかった部分、やり残した部分を含めてリベンジ制作したいと思います。今回は前回と同じ加工をした上で、きっちりと基本にのっとった実直な制作をしたいと思います。吉本プラモデル部とバレるのを防ぐため、ここではエロ本プラモデル部としておきます。同様の理由から、鉄尾部長のことも見バレしないように、日本で一番多い名字を引用して、ここでは佐藤部長と全く関連性のない呼び方をさせていただきます。吉本プラモデル部の鉄尾部長とバレる心配が完全になくなったところで、今回公開が遅れた理由をご説明いたします。吉本エロ本プラモデル部で始まった新企画、鉄尾部長のリベンジプラモ、その第1回目にて取り上げられた題材が、なんとコアブースターという事態が発生、しかも加工内容もほとんど被るというおまけ付き。この顔とセリフもう完全に挑発してますやん。概要欄に当該動画のリンクを貼っておきます。未見の方はぜひ視聴、高評価、登録しましょう。公開が遅れた理由は、この完成度の高さを見ればもうお分かりいただけますよね。そう、なんとかこの画像を利用して私が制作した感じにできないものかと。こんな感じ？レイジーリベンジーみたいな。さすがに訴えられると困るので、それは断念。しかし後出しするからには差別化の必要が。ちなみに部長の半額以下で購入。でも元は240円。複雑。部長と違って初級レベルなので、常に保険をかけて複数個準備。バンザイマーク版と新ロゴ版でした。バンザイマーク版には当時のミニカタログが。宇宙空間に存在。地球では控えめな子だったんでしょうね、きっと。コレクションチェック判定とやらがありました。私はガンダムの世界の広がりが見えてきた。ってもう広がりすぎて、端を見ることが叶うことはないでしょう。さあ、君もガンダム博士を目指して集めよう。小学生がなりたい職業ナンバーワンの皆さんもぜひやってみてください。それでは制作作業をご覧ください。翼が厚くおもちゃっぽく見えるので、縁を削り込んで薄く見えるように加工します。ヤスリ、キサゲなどで大まかに削り込んでから、当て板付きの紙ヤスリなどで整えていきます。この時、実際の航空機などの翼断面形状を参考に削り込むとリアリティが増します。左右が均等な厚みに見えるよう気をつけながら薄く削り込んでいきます。同様に金戸も削り込みます。垂直尾翼にも同様の加工を施します。主翼との厚みのバランスなども考慮して削り込んでいきます。設定に比べて垂直尾翼後端が長すぎる印象なので、約5ミリ弱カットしました。 EX モデルのジェットコアブースターとの統一感も上がると思います。持ってませんが、主翼の先端を切り替えて翼端等を再現できるようにします。一辺を 1mm×1mm でカットしました。後で透明樹脂にてレンズ部分を再現します。後部エンジンカウルの加工をします。より完成度を上げるために、接合面に当て板付きのサンドペーパーを当てて、機体本体との密着度を上げてあります。本体側も1ギメピンを切除、ペーパーを当ててすり合わせをします。ピンを切除した時に、ピン中心点に1ミリほどの穴を開けてマーキングしておきます。キューキットは比較的平面にヒゲが多いので、一緒に処理しておきます。
カラーマジックなどで色をつけて処理しきれているか確認しながら作業するといいでしょう。このようにヒゲが残っているところは色がついたままなので、これが消えるまで削ります。ただし形状が変わってしまうほど大きいヒゲはパテなどで修正します。ヒゲ部分を完全に除去できれば完了です。切り飛ばした1ギメピンを再生します。マーキングしておいたピン中心点に合わせて3ミリの穴を開けます。力の入れすぎで接合面から割れたりすることもあるので、焦らず慎重に拡大します。3ミリの丸棒を長さ10ミリでカットしたものを流し込み接着剤で接着します。普通の接着剤や瞬着だと、はみ出した時に再度すり合わせの必要が生じる場合があります。左右のノーズコーンにもエンジンカウルと同様の加工を施します。1ギメピンを切り飛ばして中心をマーキング、すり合わせを行った後3ミリに穴を拡大、3ミリ丸棒を接着します。しっかりと接合できれば完了です。後部ガイドベーンがただ階段状に表現されているだけなので、彫り込んでやることで独立した羽状になっているように表現します。1.2 ミリのタガネや彫刻刀を使って彫り込むと約 0.5 ミリの羽状になります。他の部分を傷つけないよう気をつけながら彫り込んでいきます。本体接着前に中を黒で塗装してくり抜いてもいいかと思います。全ての羽を再現したら完了です。上部インテークを2ミリ彫刻刀で彫り込んで回収します。ここも壇上のモールドになっているだけなので、彫り込んでディテールアップします。筋彫りディテールのラインをガイドにして彫り込んで奥行き感を出します。彫刻刀、デザインナイフ、タガネなどを使い彫り込んでいきます。ここも後部ガイドベーン同様、接着する前に開口して裏打ちすればよりリアルになります。今回はすでに接着してしまったので彫り込むだけとします。やはり開口した方がリアル感は増しますね。開けちゃった。裏打ちするための作業工程が一つ増えた瞬間です。若さと勢いで開口した部分を裏打ちするためにインテーク上部を切開します。接着した後で開口したので非常に手間がかかる回収となってしまいました。本体接着前に裏打ちしておけば全く必要のない作業です。タガネ、エッチングソー、デザインナイフ、キサゲ、忍耐力などを駆使して切開します。編集で撮影時の音声はカットしていますが、自分で聞いていても鬱陶しいくらい、ほんと無駄だわって言ってます。いやだってほんと無駄なんだもん。開口後、ウェーブの Z バーニア角を接着してディテールを追加しています。その後、1ミリプラ板の端材を接着、受けを作ります。そこに外装を再接着します。接着剤乾燥後に表面処理、筋彫りを彫り直して完了です。ほんと無駄だわ。メガ粒子砲砲身部分の回収をします。砲身が本体から突然生えている感じなのでディテールアップします。吉本エロ本部動画内でも言ってましたが、ここは元から二重構造になっているので、表側の部分を切り欠くだけというお手軽で効果の高い回収ポイントです。作業内容はピンバイスでオリジナルの穴を拡大した後、デザインナイフなどで形状を整えてやればいいだけです。お手軽。方針部分は100円ライターのノズル部分がぴったりサイズなので、そのまま流用しました。流用時の注意点は、長さ、形状、太さなど違いがあるので同一のものを使用します。最初にオリジナルの穴を利用して穴を開けておけば位置を正確に出すことができます。しっかり取り付けられれば完了です。サイドインテークの回収をします。
フィンを後はめ加工します。1ギメ固定のための突起部分を一部切除、後はめできるように加工します。タンク側の突起部分を約1ミリ、本体側は突起先端を少し切除します。後はめできるか確認して完了です。インテークカウルに抵抗になりそうな板がついているので回収します。デザインナイフ、木先などで大まかに切除、実際の航空機などを参考にしつつヤスリで成形します。反対側も同様の加工をして完了です。垂直尾翼の取り付け部分を修正します。垂直尾翼の取り付け部分にパーティングラインと段差があるので平らにします。デザインナイフ、キサゲ、ヤスリなどで修正します。本体垂直尾翼の取り付け部分に一辺が 1.5 ミリのプラ材を接着します。前側には長さ3ミリでカットしたものを接着、後ろ側はエンジンカウルを含めて9ミリにカットしたものをカウル側に接着します。接着剤乾燥後に取り付け角度に成形します。 0.5 ミリプラ板を垂直尾翼基部外側に接着、ガタつきを抑えて完了です。設定にあるコアファイタードッキング部分のユニットを再現します。5ミリ角棒を 6.5 ミリでカットしたものを2本貼り合わせてドッキングユニットを作成します。コアファイター装着状態で1ギメをして接着、先端を斜めにカットします。コアファイターが問題なく脱着できるように調整して完了です。スラスターを加工します。メインスラスター中央に3ミリの穴を開けます。本体3ミリ丸棒に装着、後はめ化完了です。メインスラスターの縁をデザインナイフや木先などを使って薄く削り込みます。左右均等に薄く削れば完了です。同様に中央のサブスラスターも削り込みます。縁部分をマーカーで着色、ガイドにすることで同一均一に揃えやすくなります。4つ全てを加工して完了です。この後筋彫り、塗装して完成のはずだったんですが、今回はここまでとなります。ご視聴本当にありがとうございました。次回をお楽しみに。